柳橋は、広島県広島市の京橋側に架かる人道橋。歩行者と自転車のみ、通行課。戦前からこの地区にある橋で、共鳴の由来は当時西詰めにあった大きな柳の木から、現在は反対側の東詰めに柳の木がある。上流に、広島県道164号広島海田線の道路と広島電鉄本線の軌道が通る平洋橋。 稲荷大橋、下流に、広島市道駅前、吉島千筋の東広島橋がある。半生時代、防犯のため城下には架橋規制が敷かれており、京橋側には京橋のみ架橋されている状況であった。明治時代になり、規制は解かれ、1878年地元住民により、目標として、柳橋が架橋される。当時は私賃を徴収していた。当時、 西め一帯は遊郭として繁栄し、1893年には朝日座が建てられ、何和節の滅カとなり広島の名古屋と呼ばれるようになった。その後、水害によりたびたび落橋し、1944年には南側一部が落橋し、修理のため北側のみの一方通行となっていた。1945年8月6日、原爆被災。 爆心地から1 3 7トルに位置した。前年からの修理途中であり、橋の中ほどと東寄りに積んであった資材が被爆により、自然発火、1時間ほどで橋は焼け落ちた。焼け落ちる前の1時間で、多くの避難者が渡って、東方向へ逃げていった。焼け落ちた後はここより、下流側の七三橋や鶴見橋へ避難路を求めた。1964年5月。 現在のものに掛け替えられている。1930年頃の広島市。当時加強していたことがわかる。1945年被爆後の広島市。米国戦略爆撃調査団による市東部から西方向を撮影。手前が京橋川。中央やや右の道が相追い通りで稲荷な橋が残っている。その下流に柳橋が存在したが、 写真ではなくなっているとわかる。1988年の広島駅南周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成分岐から、左が京橋側で、分岐から四つ目の橋が柳橋。ありがとうございます。